おはようございますゆういずみです今日も LGBT ニュースのお時間がやってまいりましたちょっと声がかすれてるんですけども申し訳ありません今日ご紹介しますニュースなんですけどもこちらは朝日新聞のニュースになっていたものでちょっと前のニュースになっていたものなんですけどもタイトルがお姫様同士結婚できるんだよ道端で出会った親子の言葉に女性カップルは泣きそうになったっていうタイトルのニュースですね で内容を読んでいきますとあるカップルの心温まるストーリーがネット上で多くの人たちの心を掴んでいるということで,で、えー、とレズビアンの2人の結婚式がスコットランドのグラスゴーで行われたということなんですね。でここののの結婚式が終わった後にこのレズビアン えとカップルですよねこのお二人が、えっと、グラスゴーボタニックガーデンという植物園があるみたいなんですね調べてみたらこのグラスゴーって過ごい素的な町みたいなんですけどもそこに、えー、と植物園があるらしくてその植物園をウェディング姿ですねウェディング姿のままお二人が歩いている時に小さな男の子が二人を見てお姫様がいると叫んだそうなんです。でそしたら 妻と私は男の子に声をかけずにはいられませんでしたということでこのお二人ですねご結婚されたお二人が語っていてでこのお二人が男の子に近づくとどちらかが結婚したのっていうふうにお二人に尋ねたそうなんですね。でそうしましたらそのお二人のうちのお一人が「私たち2人で結婚したの?」というふうにおっしゃったみたいなんですね。 でそうしましたら男の子が「じゃあお姫様が2人なの?」っていうふうに聞いたそうなんですね。でそうしましたらその聞いた男の子のお母さんが「そうよお姫様同士結婚できるんだよ」っていうふうにその場で男の子に教えてあげたっていうことなんですね。そしたらすごい素敵な話だなと思って、えー、とこのお二人がですねその お母様が男の子にお姫様同士結婚できるんだよって言ったのを聞いてもう泣きそうでした妻もすごく喜んでいました男の子のお母さんがためらうことなく同性同士の結婚を当たり前のこととして説明したのがとても嬉しかった私たちはこの出来事を決して忘れないと思います結婚式をさらに素晴らしい思い出にしてくれましたっていうことで,でこの出来事をですねちょっとツイッターで つぶやいたところなんと11万以上の11万も12万ぐらいになってるんですかねいいねがついているっていうことで,ですごい素敵だなと思ったのがこのお母様ですよね。 お母様が自然にお姫様同士結婚できるんだよっていうことをその女性同士の結婚同性同士の結婚も普通に当たり前のことなんだよっていうことですごい心が温まるというか素敵なお話だなと思ったので皆さんにもシェアしたいなと思いましたこういうふうなですねこう優しいというか寛大というかまあ当たり前のことなんですけども その同性同士の結婚もできるっていうようないろんな方がいるんだよって言ってでいろんな方も幸せになることができるいろんな方がいてでどんな人でも幸せになることができるんだよっていうようなそういう権利があるそれが当たり前のことなんだよ普通のことなんだよっていうことを自然に子供に教育していける親っていうのはすごい素敵だなっていうふうに思います。いろんな多様性がありましてでもしかしてももかたらその男の男子自身も まあ今後成長していく過程の中でそのセクシャルマイノリティであることが発覚する可能性もあるかと思うんですけどもいろんなことがある中でそういうことを受け入れられる親っていうのはすごく必要なことなんじゃないかなと思いますなのでこの話を皆さんにお教えしたいなと思って今日の LGBT ニュースにさせていただきましたありがとうございます